はい、どうもこんにちは。今回はですね、ちょっと今がね、4月ということもありましてね、新年度を迎えるにあたって、新しいね、腕時計をね、つけてね、すがすがしい気持ちでね、今年1年、過ごせていけたらなと思いましてね、時計買いました。はい、それがですね、こちらですね、ゼッペリンという、メーカーの、時計となっております。ゼッペリンというのはですね、ドイツにね、1987年にドイツミュンヘンで創業したウォッチブランドゼッペリンといいまして、ドイツが誇る飛行船ゼッペリン号をイメージした、クラシカルなデザインとドイツ式時計らしいクオリティ第一主義が融合したブランドの時計となっております。現在ではね、世界各地で、販売されてるんですけども、ちょっとですね、日本の、時計屋さん、なんかこういろいろ入ってるじゃないですか。時計がいっぱい売ってるね、時計屋さんなんかにはちょっとね、なかなか置いてないモデルなんですけども、今回ですね、そのゼッペリンが誇る、ゼッペリンの中でもですね、一番の人気商品というんですかね、そちらのこちら、100周年記念シリーズの、ゼッペリン7680モデルですね、こちらのちょっと紹介をね、軽くしていきたいと思います。はい。ではね、早速中身の方を開けていきたいと思います。はい。中身の方をね、開けるとね、こんな感じになっております。でね、ちょっとね、この辺にはですね、証明書などが入っております。ちょっとね、この辺取り出してみましょう。はい。ですね、箱の中にはですね、こちらの、証明書と、あとはですね、説明書が入っております。説明書はですね、イングリッシュだったり、ドイツ、あとはイタリア語ですね。そちらがね、あるんですけども、日本語はね、こちらに書いておりませんので、その辺ね、ちょっと心配な方いると思うんですけども、大丈夫です。大丈夫です。ゼッペリンのね、ホームページで、ゼッペリンのね、説明書なんかでね、検索してもらうと、普通にね、PDF で、日本語バージョンね、出ておりますので、その辺は大丈夫です。はい。ではね、早速ね、本体の方を見ていきたいと思います。はい。まずね、開封の、儀なんですけども、まずね、このペリペリを剥がさなきゃいけない。ここからね、やります。ではね、ペリペリを剥がします。ペリ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 。はい、というわけでね、こちらがね、ゼッペリンの本体になるんですけども、ちょっとね、モニターでね、カメラのモニターで見るのと、ちょっと肉眼のね、実物見る色がね、ちょっと違うのでね、ちょっとだけね、色味が変えたいところなんですけども、はい、ちょっとね、色味がね、若干暖かくなったと思うんですが、このね、カメラに映ってるものが、結構ですね、肉眼に近い色となっております。はい。こうして見るとね、わかるんですけども、ちょっと明るいかな。ちょっとね、暗めにして。はい、こんな感じですね。若干ね、この、黄色っぽいというかね、文字盤が真っ白ではないんですね。こちらはですね、文字盤の方なんですけども、若干ですね、アイボリー調の文字盤になっております。こちらはですね、ゼッペリンという、飛行船があるんですけども、そちらのね、機体の色を再現した、ちょっとね、古ぼかしたような感じのね、色合いになってるんですけども、これがね、非常にね、絶妙な色味というかね、本当にクラシカルな、雰囲気がね、醸し出ているかと思います。はい。でですね、こちらのね、ゼッペリンの、僕がね、一番気に入った点ですかね。このね、3つその、メーターがあるっていうのと、ちょっとクラシカルな、デザインっていうのもあるんですけども、やっぱりですね、この丸みを帯びた、全体的にすごい丸いですよね。この丸みがまた可愛いんですよ。可愛いけどかっこいい。可愛いかっこいいデザインなんですね。はい。で、ね、こちらの時計ですね。横から見ていただくと、はい。こちらはですね、飛行船をイメージして丸みを帯びた、ドームガラスとケースということで、ですね、ガラスの方がですね、立体的に、ね、なっておりましてね、ここら辺がね、ちょっと、このね、両端が、ちょっとね、カーブを描いてるというか、アーチ状というかね、ちょっと立体的になっておりまして、ドーム状に。これがですね、光の角度によって、その文字盤を見るね、たびに、異なる表現を、楽しませてくれるということで、この辺がね、本当に、柔らかなアーチがね、描くように設計されているこのゼッペリンの時計、非常にね、可愛い、なおかつかっこいい。うん。これがね、非常に僕がですね、一目惚れした、理由の一つとなっております。はい。まあね、外観ね、軽くこんな感じなんですけども、まあこちらですね、非常にまあ高級感がまあ値段の割にはね、ありまして、まあなおかつね、このデザインなので、まあもちろんね、スーツなんかにも合いますし、カジュアルなね、服装にも合うので、まあプライベートな、時に、まあどっか遊びに行くとか、そういう時にもね、非常にまあ重宝、いろんな場面でね、重宝する、デザインの時計となっております。はい。ではね、早速ちょっとこの台座からね、ちょっと取り出してみて、まあ、もう少しね、こう、まあ、詳しく見ていきたいんですけども、このまあ文字盤なんですけども、まあ、3つね、まあね、このメーターみたいなのがあると思うんですけども、右からね、これが今、まあ、時を刻んでる、まあ、秒針ですね。はい。で、下がアラームですね。まあ、これ私はアラームはね、使わないので、まあ、あんまいらないんですけども、まあ、バランス的にね、3つあるとかっこいいんで、アラームですね。下がアラームとなっております。はい。で、左側ですね。これがですね、クロノグラフの、ここにですね、まあ、黒いのが、分針で、その下にね、まあ、時間の、まあ、針があるんですけども、こちらね、クロノグラフですね。で、秒針はどこかと言いますと、この真ん中の細い線になりますね。はい。こちらね、クロノグラフ搭載モデルなので、まあ、ストップウォッチが使えるというわけですね。まあ、あんま使わないと思いますが。なので、まあ、こちらね、自動巻きではないので、まあ、価格はね、非常に安いんですけども、まあね、ストップウォッチ機能がついてるというわけで。はい。ではね、ちょっとまあ、早速ね、ストップウォッチ軽くちょっとね、使ってみましょうかね。はい。ここのね、まあ、リューズがね、ここであるんですけど、ここでね、時間と、日付を、まあ、調整というかね、設定することができます。で、ストップウォッチを使うときは、ここですね。上のこれを押すと、1、2、3、4というわけでね。まあね、ストップウォッチが動き出しますというわけで。まあね、ストップウォッチ止めたい場合は同じところをね、もう一回押していただくと止まります。で、リセットは下のここを押すとリセットされます。はい。これでリセット完了ですね。で、アラームなんですけども、アラームの時はこちらの、まあ、ボタンをね、押していただくと、まあ、アラーム、ついたり消えたりするんですけども、まあ、ここら辺はね、まあ、まあ、買ってみてね、使いたい人が、まあ、使えばいいのかなと思います。はい。まあこんな感じですね。まあ現在時刻はね、まあ、7時、まあ、26分ぐらいかな。そんな感じですね。はい。午後の7時、26分ですね。4月1日となっております、本日は。はい。でね、ちょっと台座から外してみましょう。はい。ね、まあ台座から外してみるとね、まあこんな感じなんですけども、ね、ベルトの方はですね、まあ本革ですかね、ちょっとね、最初硬いんでね、まあ使い始めてくるとね、だいぶね、味が出てきていい雰囲気になるのではないかと思います。ベルトの色がですね、まあ、2色ありまして、まあ、こちらがですね、まあ、アイボリーブラウンなのかな、という、まあちょっとね、1色のモデルなんですけども、もう1色はね、もうちょっと、赤いね、ベルトっぽい、赤いような色の、ベルトがあります。まあそちらはね、ちょっとまあ僕的にはですね、まあちょっと派手っぽかったので、よりね、落ち着いた雰囲気の、このね、まあ、ダークブラウンの、ベルトにしました。はい。でですね、まあ、裏ですね、裏側を見ていただくと、まあ、こんな感じでね、ゼッペリンとまあ文字とね、100周年記念が入ってるんですけども、なんといってもですね、この QR コードですね、まあ、こちらがですね、まあ、軍の、まあなんですかね、物品なんかでね、よくまあ、ついてるものとかね、あると思うんですけどね、だからその辺ちょっとね、この QR コードっていうのが非常にね、なんか、そそられますね。リアル感がすごいですね。で、もちろんメイドインジャーマニーですね。ドイツで生産されております。で、そうですね。ウォーターレジスタンスは、ウォーターレジスタントは、5 ATM なので5気圧防水になっております。はい。オールステンレスの、まあ、ケースとなっておりますね。はい。こんな感じです。横から見ると、やっぱりこのように、アーチがかった、ドーム型のね、ガラスになっておりますので、非常にね、クラシカルですね。はい。ではね、ちょっと腕の方にはめて、最後にね、腕の方にはめてみて、どんな感じなのか見ていきたいと思います。はい、ですね、まあ、腕の方にね、はめてみるとこんな感じなんですけども、まあね、今はね、ちょっとまあ、シアサッカー生地のね、まあ、ちょっとジャケットっぽいような、ね、まあ、服着てるんですけども、まあ、ジャカーディガンみたいなもんですかね。そちらのね、服にも、非常にマッチしてるんですけども、ちょっとね、ピントがね、なかなか合ってくれませんがね。はい。こんな感じですね。まあ、ちょっとね、やっぱり新しいのでね、なんですかね、フィット感がね、なかなか、皮がね、硬くて、なんかブカブカでね、つけづらいっていうのもあるんですけども、まあ、この辺はね、多分1ヶ月ぐらい、まあ、毎日ね、使っていけば、まあ、柔らかくなってくると思います。はい。腕につけた感じもね、こんな感じで、まあ、ちょっとね、思ったよりも、ここのね、ケースの厚みがあるのでね、まあ、主張はね、激しいんですけども、うん、まあ、でも、いいんじゃないでしょうかね。はい。非常にね、デザインは気に入っております。はい。まあね、ちょっと目がいってしまいますよね。これは。というわけでね、まあ、今回、ツェッペリンというですね、まあ、ドイツの、まあ、腕時計ですかね、こちらを購入してみました。まあ、ぜひね、まあ、他にもね、いろいろ自動巻きとかね、まあ、デザインがね、違うモデルいっぱいありますので、で、値段もね、リーズナブルで、まあ、今回購入したこちらの、7680モデルですね、こちらはですね、まあ、定価が55,000円となってるんですけども、まあね、まあ、近くにね、時計屋さんがないっていう方は、まあ、その大手、まあ通信販売サイト、まあ、Amazon でね、まあ、3万円しないぐらいで売っておりますので、まあ、時計店でもね、まあ、多分4万円ぐらいで、売ってると思うんですけども、ぜひね、まあ、実物見れたらいいんですけども、まあ、そうではない方は、まあ、ちょっとネットで買うっていうのも、まあ、ありではないかと思います。まあね、まあ、ちょっとね、実物見ないで買うっていうのは怖いんですけども、まあ、買ってね、損はしない時計だとは思いますね。はい。というわけなんで、今回ね、このツェッペリン7680、100周年モデルを、ご紹介させていただきました。この動画がね、良ければ、チャンネル登録、またグッドボタンよろしくお願いいたします。ではね、他の動画でまた会いましょう。バイバイ。